あかりでーす。皆さんこんにちは。今は夜中の2時半です。皆さんは何時ですか ?8 時ですね。8時に動画見てくれてるよね。ありがとう。今日は、大泣きしてて、さっきまで。目が赤いの分かる?もう、先生、いろいろありますね。毎日投稿みたいな感じで、毎日投稿できてないんですけど、ゆるゆる毎日投稿してて、はい、まあこんな日もあるので、なんかもう顔がやばいと思うんですけど、みたいな感じの出来事があって、一人でアトリエで、みんなもそういう泣いちゃう日ありませんか?最近は月に1回ぐらい大泣きしてますね。だからさ、本当は9時ぐらいからアトリエにいて、今日の動画撮ろうとしてたんだけど、頭がもう集中しなくなっちゃって、思考停止しちゃって気づいたら2時半になってました。で、もう寝ようかなと思ったんだけど、だからこそ撮ろうと思って、気分転換に動画を撮っています。ということで今日は、テムさんとのコラボ動画なんですけど、本当にリアルな感じで動画撮らせていただきます。今日の飲み物が、じゃーん、ポワモパでーす。もう夜9時ぐらいから飲んでますわ。いただきます。おいしい!しみる!泣いた後のポワモパおいしい!涙を見せるのはね、かっこよくないって言うじゃないですか。でもね、私は涙も見せていく。だって辛い時あるんだもん。ということで、つらみーって感じなんですけど、前回ね、セムで雑貨類を購入させてもらったんですけど、今回はアパレルメインで気になるものを3万8000円分を買いました。イェーイ !3万8000円あったらね、めっちゃ買えるんよね。見て。ちょっともう溢れてるんだけど。はい、なので、こちらを開封したり、洋服着たりとかしていきたいと思います。でもね、普通にね、私的にめっちゃ良くて、今回のテムさんとのコラボで、概要欄のリンクをクリック、またはテムのアプリの検索バーで、コード DKY9739 を検索したら、合計1万5千円分のクーポンをゲットできます。送料無料で、90日間返品無料です。取得後ね、24時間以内が有効なので、早めにチェックしてみてください。ということで、もうめちゃめちゃ安く買えるので、ぜひね、使ってください。今回もテムさんとコラボさせていただいてめっちゃ嬉しいんですけど、結構 X とか話題になったりとかして、個人情報とかいろいろあると思うんですけど、それもあのテムさんに確認させてもらって、そういうことは一切ないと言っていただいてるんですけれども、海外だからちょっと不安って方は、支払い方法をね、クレカじゃないものに変えてみるとかした方がいいかもしれません。私はクレジットカード登録しているんですけれども、今のところは海外利用になってないんで大丈夫なんですけど、サイトをね、何に使うにしろクレカ選ばないとかしてみてもいいかもしれません。私は普通に利用してるんで紹介させていただきます。よろしくお願いします。はい、前回たちティームって呼んでたんですけど、テムらしいです。正式名称、テムです。まず、こちら、このワンピースも、テムで買いました。ジャガードニットのワンピース。全身見えた方がいいね。よいしょ。ワンピースでーす。どうどう?チェックのワンピースなんですけど、可愛いと思って買っちゃいました。え、結構質いいよ。え、シルエットも可愛くない?結構うちに似合ってるかなと思って買ってみました。こういう可愛い系のお洋服ってさ、海外通販とかにしかさ、ないからさ、いいよね。プチプラーで、あと、さ、いっぱいあるな。どうしようどうしよう。次これにしよう。もう出てきたものから開けていくね。じゃーん。これなんだっけ?何買ったっけ?あ、ピアスだー。キャッチは、あったキャッチあるやん。キャッチどこ、ちょっと待って、もう一個どこ?やばい、キャッチ見失ったかもしれない。2個絶対あったはず。ピアス、パールのリボンちゃんを選びました。これ可愛いね。これちょっとつけよう。できた。あ、てか髪色も変えたの。はい、ありがとう。じゃーん、パールのリボンピアス、めっちゃ可愛い。これこの格好にも合うね。こういうピアスもないんだよね、こう日本で。なので買っちゃいました。あ、みんなと喋ってたら正常な気持ちを保とうと思える。でもなんかまたうるうるしてきた。あー、じゃあこれはアパレルじゃないわ、雑貨。これはね、料理とかした時に止めておくやつ、こうやって開けたやつを止めておくやつなんですけど、こうやって。こういうのないからさ、私いつもセロハンテープで止めてたわけ。だからこれちょっと買いました。こういう雑貨類もあります。6個入りですね。激安、マジ、安すぎ。わ。次は、どうしよう。あ、ちょっとシャルタンがいないじゃん。じゃーん。シャルタンが4月12日で、6歳の誕生日になるので、早めにこれ、ハッピーバースデーを用意しておきました。で、あと、お洋服でーす。ハートついてるやつ。これバレンタインにいいかなと思って。今度着せますね。ちゃんとちっちゃかったかな?なんかいつも私さ、シャルムの服、サイズミスるんだよね。なんで?次、じゃん。靴でーす。
ス。かわいい。千鳥の靴でーす。千鳥って言うと、芸人の千鳥出てくる。千鳥の靴でーす。千鳥柄の靴です。これちょっと違う服に合わせたいね。ちょっと今チェックチェックだから。こういう買ったもの開けてる時が一番楽しいよ。はい。じゃあ次。はい、リブニットです。これは、テムで何買おうと思って、あれだわ。二郎系ラーメンの衣装買わなきゃ。だって二郎系いっぱい行きすぎてさ、リブニット少なくなってきたから買いました。でもすすりさんの T シャツすごく着ようかなと思ってるんですけど、たまにこのリブニットを着ようと思って。私なんかパンツ選んだっけ。やばいやばい、どれがどれかわかんないけど、ちょっと待ってね。あ、これワンピースだ。これはこれシャツや。はい、じゃーん。ちょっとリブニット着てみました。ちょっとね、丈がね短めなんだけど、チラッと肩出ししてあるニットですね。いや、もう二郎系ラーメンの時はやっぱちょっとプチプラのお洋服でラーメンをちょっとこぼしてもいいように、ラーメンの匂いがついてもいいように、ちょっとプチプラのお洋服着ようと思って。で、千鳥のクック合わせます。スカートはね、デムじゃないよ。いいじゃん。千鳥のさ、靴さ、めちゃさ、梱包ちゃんとしてた。選ぶショップさんによっても多分違うと思うんですよね。どう？あ、見えてないね。じゃーん。ちょっと一日の終わりで足がむくんでてさ、でもめっちゃ可愛いんだよねこれ。ドリッチックな靴でした。ふーん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 。髪色めっちゃ可愛いな。髪色に合わせてる。黒リブ可愛い。で次、サルさんの服もう一個出てきた。見てこれ可愛くない？クマちゃんついてる。可愛い。これあったかそうと思って、シャラムにすごい似合いそうなので買いました。これはサイズ良さそうだな。次に、じゃん。単純に黒のベロアリボン。結局さ、黒のベロアリボンってすごい使えない？なんかチョーカーとしてもこうやって使えるし、首巻くの可愛いから。この服だとあれが見えないわ。違うので巻いてみよう。それこそこれ着ようかな。白のシャツ、じゃーん。え、これ可愛い。このシャツ可愛くない？動画とかで結構白のシャツ着ようと思う時あるから買おうと思った。可愛い。これ結構生地しっかりしてるよ。エロくね。下ヌーブラつけてるけど結構エロいな。こうしたらいいか。うん、いいじゃん。で、さっきのあれ、シャツのやつどこ行った？見て、肩さ、やけどしたんだ。ここ見て、あたりのデコルテどうしてくれてやんの。首に巻いちゃったりとかして。お、かっこよくない？じゃん。ちょっとこれはストレートアイロンとかでまっすぐしたら可愛く見えると思います。なんかね、私ね、正直言ってね、専門学校の時とかはプチプラとかを結構毛嫌いしてたけど、プチプラにはそのプチプラの良さがあって、プチプラがあるからハイブランドだったり中間だったり、そういうブランドもまた違った風に見てもらうことになるわけじゃん。で、プチプラはね、コーチンとかいろいろさ、すごい低価格だけど、それで成り立ってる。洋服も結構まあ問題視されやすいけれど、何を作るにしても助かってる人たちはたくさんいて、いろんな国でも価格帯で違うからさ、日本だと安くこうやってお洋服とかゲットできて衝撃ってなるし。待って、まっすぐした。かなり前にヘアメイクさんがリボンとかヘアアイロンでこうやってやってて、あ、そういうやり方があるんだと思って。服はね、さすがにスチームかけた方がいいけど、そういう感じでね、ちょっと私はプチプラのイメージが変わったから、プチプラも企画としてめちゃめちゃいいなって思って。誰かが考えたお洋服可愛く着てあげたいよね。可愛い。こういうスタイル好きです。なんか泣いた後も可愛い。うざい。今日私6時起きなんだけど、もう今3時ぐらいなんだけど。やばくね。絶対目腫れるよね。だから寝たくないよね、逆に。じゃあ次。次は、じゃあこれ着ようかな。さっき開けた。チェックチェックここにチェック、あなたからチェック。じゃーん。これもニットワンピでーす。大きなチェック柄だね。これちょっとプチプラだと思いぐらい可愛い。可愛い。どうどう。ウエストキュッてなってて、ヒップがちょっと丸みがあるので、ヒップある方だったらめっちゃセクシーに着れると思うんですけど、私ヒップ全然ないから、ペタンコ尻なんで、ここが余っちゃってるんですけど。めっちゃ可愛い。こういうお姉さんってさ、かっこいいね。お疲れ様です。今日もお仕事お疲れ様です。一杯飲みます。モテー。丈もいい感じやなぁ。なんでこんな安いの。サイズ感もすごくいいので、春とかこれにトレンチコートとかめっちゃいいです。可愛いです。あ、これなんだろう。だっけ、これ買ったっけ。あれ、これ買ったっけ。これ、あ、こういうちょっと可愛らしい系ね。たまちゃんピアスです。こういう感じ買いました。たまちゃんピアス、ちょっとこれがお気に入りすぎてやばい。一回全部出そう。うわうわうわ、やばい。え、これもお菓子とかね、挟む用のキッチン、あ、キッチン用品です。ベージュ、ピンク、グレーとありますね。ちゃんと主婦頑張ってるでしょ。
次はこれ上着だ。白のふわふわとかあるんですけど、黒はないから。お、かわいい。いい感じの黒のふわふわあったんで買いました。かわいい、かわいい、いいじゃん。よくない？なんか安いから挑戦できるみたいな。ないんだよね、黒って。めっちゃかっぽう、かわいいな、うち。いい感じ。このモコモコめっちゃいいよ。これぐらいのファーの丈感とかだったらさ、もう2月いっぱい、3月頭までは着れるので、どうでしょう。二次会とか、同窓会とかそういう会、パーティー。日本のパーティーってどんなのがあるかな。けどこれめっちゃさ、良くない？お食事会にすごくいいと思いません？うち、地元にいる時とか、目立つお洋服とか、着てたんですけど、でもちょっとだけ浮くじゃん。東京来てもさ、ちょっとこう派手なお洋服着てるとさ、意外とさ、いないからさ、ご飯行く時とかも目立っちゃうかなみたいな感じ思うこと意外とあるんですけど、いや、日本変えていかないと。こういう感じで、二次会とかそのパーティーじゃなくても、パーティー服を着るっていう日常でね、パーティーだけどさ、ちょっと私服感あるじゃん。こういう感じのお洋服を日常から自信を持って着ていく。日本を変えていかないかと思いました。日本の女性の皆さん。なんか可愛くてドレッシーのお洋服いっぱい着たいけど、でもちょっとこう行くところがないじゃん。だけど全然さ、ご飯屋さんに着てってもいいわけじゃん。何も失礼じゃないじゃん。だから、ちょっとパーティーチックのお洋服を今後いっぱい着ていこうと私は思いました。あはは。暑っ。次は、これなんだっけ？パンツ？あ、靴下！もうさ、靴下がさ、すぐになくなっちゃって、いっぱいあるな、これ。何足あんの、これ。4、3、12。12足入ってる。やばい。私、靴下嫌いなんですよね。ストッキングとかタイツとかも。好きじゃないですよね。もうさ、ストッキングってタイツすぐ破れるじゃん。あと、靴下もお家帰ったらすぐ脱ぎたいの。そうすると、なくなるんだよね、片方。なので、いっぱい靴下買いました。次は、うわ！エロ！これも、二郎系ラーメン用。なので春とかにすごいいいと思うんですけど、春夏とかはね、もうなんか薄くてもね、エロいからいいんだよね。これ着てみるね。え、エロくね。ちょっとでも全然胸だ。包茎したけどちっぱいなのよ。可愛いでしょ、小ぶりちゃんでしょ。これで二郎系ラーメン行く？エロすぎだろ。それにまあでもジーパンとかだったら超かっこいいよね。あ、これ着よう。じゃーん、スウェット。これいいじゃん。これもう二郎系着るっしょ。じゃーん、はい。二郎系ラーメンかない？ルツラちゃんっぽくない？シュッシュッポッポシュッシュッポッポ。熱っ。次は、ルツラちゃん。これはヘアバンドです。結構私爆食するんでね、ヘア飾りが必要なんでルツラちゃん買いました。じゃあ次、シュシュ。これ可愛くない？この色のさ、配色。ホワイトっていうよりかちょっと黄身がある、なんかベージュっぽい感じで、周りが黒で縁取られてるんだけど、それこそね、これ二郎系ラーメン集合します。今日もお腹すいたね。で、剣を買って着席します。着丼。そしたら、あ、やばい、美味しそう。やっぱマシマシにしてよかったね。よし、できてる。よし、いただきます。みたいな感じで、可愛いシュシュをあんまり私持っていないので、パッと結べる可愛いシュシュを買いました。ポニーテールとかでもすごい可愛いと思います。これで結ぶとね、ちょっとリボンの向きがわからなくなって、最後調整するのがちょっと大変なんですけど、ちゃんと巻けるとさ、すっごく可愛くなってる。あ、可愛い。配色シュシュが可愛いので買いました。これと真逆の色も可愛くて、じゃーん、黒ベースに黄色の縁も可愛いので、こっちも買っちゃった。あれ、セットだったっけ？セットだったかもしれない、ごめん。だね、ちょっとシワ伸ばすだけで全然違うわけですよ。見違えるほど綺麗に。たまにさ、バッグの中からシュシュ取り出してさ、髪の毛結ぶ人さ、すごい憧れるんだよね。私もそれやりたいと思ったからやっちゃいました。この間セスルさんとさ、サッシーのさ動画見ててさ、サッシーがもみじ屋さんでさ髪の毛くくった時さ、めっちゃ燃えたもんね。やっぱかわいい、好きと思ったんで。ほら見て、代表するだけで全然違うでしょ。どっちの色が好き？私黒好きかも。かわいい。ハーフアップとかにしてもかわいいかもね。ほらね、買いな。これも買いました。ベロアリボンですね。これもシュシュでリボンになってんの。いろんなベロアリボンやバレッタ持ってるんですけど、そろそろ新規のが欲しくなったので、なんかちょっとランダムなんだよね。ほら長さがさ、なんかちょっとこうアンバランスなところが、元の歌結んであるんだけど、キュッてゆるーく結びましたよみたいな感じが可愛い。ほら可愛くない？見える？見える？可愛いよね。見えてるよね。あ、目もあった。可愛い。これこれ私のラーメンコーデだわ。次は、これなんだったっけ、私。あ、これスカートだ、かわいい。シル
番でチェックが入ってるツイードスカートですね。すっごいこれ生地かわいいな。結構分厚い。これ春にすごいいいなと思って買ったんだ。ちょっとさ、タイムラグあるじゃん、頼んでから。だからさ、やっぱ何で買ったっけってなったんだけど、春だなと思って。私ミニスカート集めてるから。私結構シンプルなお洋服多いから、シンプルなお洋服の中でたまにこうやってチェックのスカートとか忍ばせると、めちゃめちゃ映えになるから、かわいいね、これ。さっきのあのトップスとちょっと着てみようか。はい、じゃーん。靴が。これでごめんだけど。かわいい。このお花と相性良くない？かわいい。ちょっと髪の毛には2個入りのピンクのクリップをつけてみたんですけど、ちょっと2つつけるとねめっちゃポヤリになっちゃったんで後ろだけにしてみました。かわいいこれ。このツイードミニスカートめっちゃいいよ。かなりみんな好きだと思う。これはガチいいよ。とてもとてもプチプラには見えないわ。かわいい。てかこれエロすぎ。この服ピンクちゃんでした。で、あとはヘアクリップさ、ほんと毎回買っちゃうんだよね、こういう大きいヘアクリップ。私はこういうやつしかわかんないですけど、こうやって一つでまとめるやつ難しくてたまにしかやらないんだけど、こうやってこういうやつ、ちょっと家の中でアレンジ効かせたい時とか、ちょっとこう外出る時とかにカッてやるだけでなんか頭ボサボサなの隠せるのがいいんだよね。あ、何買った？あ、これもニットワンピースだ。いいじゃん。あ、グレーのちょっと面白いワンピースですね。これはなんだ？おこれ部屋着だ。あ、これもルームウェアだ。わーい、いろいろ着替えます。じゃん、あったかもこもこルームウェアです。ここにリボンちゃんついてます。もうルームウェア毎日変えたい。ルームウェアだってテンション上がらん。もう家帰ったらすぐルームウェアに着替えちゃう。これめっちゃ楽ちんだし、あったかいし、長ズボンなんで死ぬほど寒い時はこれ着よう。はい、次のルームウェア着ます。やばい、これセクシー、セクシーパジャマ、セクシーパジャマでーす。こうベロアっぽい素材なんですけど、光沢感あって少し起毛していて、高級感ある生地に端っこがレースで、ちょっとエロエロですね。生地で作られたくるみボタンでちょんちょんちょん立ってるんですけど、高級感ある光沢感、光沢感高級感ある光沢感みたいな。長袖が良くてちょっとあったかめなんで、さっきの方がめっちゃあったかいけど、まあ、でもこれぐらいね、部屋の中だと余裕だよね。さっきのリボンとか抜いちゃって、かわいい。よし、あげよう。これで寝ようかな。はい、はい、じゃーん、グレーのワンピースです。デザインが面白くて買っちゃいました。じゃーん、グレーとアイボリーが混ざってるんですけど、ケーブル編みがバーってされてるんですけど、でここがレースアップになってる。デザインかわいいよ。面白いデザインじゃない？なんか生クリームちゃんみたい。ホイップクリーム結構サラッとしてて運動できそうみたいなすごい軽やかなんで、それこそスニーカーとかが合いそうかなと思いました。ペタンコとかね、今スリッパとかもすごいかわいい。ちょっとラフな感じのワンピースでしたね。キャップとか合わせてもかわいいと思う。なんかさ、さっきから外でさ、シニアだからなのかすごいさ、うーっみたいな感じでさ、めっちゃ叫んでる人がいるんだけど、怖ーい、うーって言ってる。ラスト着替えまーす。はい、じゃーん、ワンピースにパールのネックレスチョーカーみたいなやつなんですけど、後ろで結ぶタイプのやつです。このね、ワンピースねめっちゃ短い。下にあの黒のスカート履いてるんだけど、そうするとボリューム出てめっちゃ可愛くない？上がニットで、下がちょっと分厚めのニットと、ブラジが2段重なってるのかな。やばい、後ろって何か。上が腕ですね。パールパール。で、ラスト。さっきピンク色見てたんだけど、そう、色違いで、次は白。そうですね。あ、でも白可愛いかも、こうやってやると。え、可愛くない？ちょっとやっぱ2つはちょっと、キャメリンちゃんになっちゃう。片方がいいかな。ここら辺とか可愛くない？なんかピアスっぽくて見て可愛くない？こんな感じで三つ編みとかしたりして、これ巻き散らすのいいかもね。カシメみたいな感じにして、おたかつとかのさ可愛い感じでよくない？どう？あのあのアイドル、あかり何かしゃいられないわ。あかりはみんなを照らすのよ。生まれてきた時におぎゃーの声がうるさすぎて名前があかりになったんだから、おぎゃー。ということでテムのかわいいでした。もう朝の10分から5時です。あと1時間半後には起きるので、アトリエで寝ようかなはい、ということで以上テムの購入品だったんですけど、皆さんいかがでしたか？全部プチプラなのでいろいろ買いやすいし、概要欄のリンク、そしてテムのアプリからこのコードを入力すると合計1万5000円分のクーポンなので、通常でも安いんですけど、クーポン使ったらもうやばい安いんで、いっぱいあのお試しにいろいろ買えると思うので、ぜひね使ってみてください。24時間以内なのでもうお願いします。みんなもいろんなことあるけど、そういう時は誰かに喋って
喋ってみたり、楽しいのを共有したり、何か購入してみたり、でもだと爆買いした気になるので、自分のためにも何か機嫌を取ってみてはいかがでしょうか。私は結構機嫌が取れました。みんなのおかげ、動画のおかげ、明日更新するかな。最近悲しいこといっぱいで気分が落ちているので、また次の動画で、バイバーイ。